What's up, everybody? Welcome back to my channel. Hi, how are ya? Hey guys, welcome back to my channel. Miss Toxic here. 皆さんこんにちは、エミです。今日もご覧いただいてありがとうございます。さあ今日はですね、先日2月5日にジェフリースターコスメティックスから発売されたばかりの全く新しいフォーミュラのグロス、Supreme Gloss のレビューとスウォッチを行っていこうと思います。今日も JC のリテーラーであるビューティーリッシュさんから商品提供をしていただきました。ビューティーリッシュさん、いつもありがとうございます。今日は全28色あるうちの使いやすそうなお色10色をセレクトしました。それでは早速レビューに参りましょう。どうぞ最後までお楽しみください。では、どうぞ。はい、それではまず Supreme Gloss のレビューから行っていこうと思います。はい、パッケージはこういった感じです。外箱はホログラム加工されたベイビーピンクでめちゃくちゃ可愛いです。角度によって色が変わります。商品名に使われているフォントも今までとはガラッと変えてきてますので、こういうところから今回かなりイメージを変えてきてるんだなっていうのがね、分かりますよね。はい、そしてグロス本体がこちらです。もう今までのグロスのパッケージとだいぶ変えてきてますね。はい、今までの The Gloss のパッケージがこちらなんですけれども、もう全く変えてきたね。これはなんかこうセーラームーンの変身ペンみたいなね、なんか魔法が使えそうな、感じのね、可愛らしいデザインだったんですけれども、今回はこれ打って変わってかなりシンプルなデザインになってます。今回のパッケージはかなりスリムで無駄がないデザインになっています。まあ、シンプルな中でもキャップはジェフリーらしくこのようにピンクですし、あとはこの Supreme Gloss という商品名はメタリックローズゴールドなので、シンプルな中でもジェフリーらしさがしっかりと残っているデザインです。で、今回はですね、パッケージ以外にもなんとアプリケーターが大幅に変わっています。見て、こんなアプリケーター見たことあります?まるでね、花びらのような形状をしてるんですよ。この花びらのような形状をしていることで、この真ん中にかなりのプロダクトが入るので、故にたった一塗りで唇全体にグロスを行き渡らせることが可能なんだそうです。そしてこちらの香りなんですが、カップケーキのような甘い香りがついているそうなので、ちょっとね、香りを嗅いでみようと思います。あ、まあ、カップケーキ、まあ、カップケーキ、さてアメリカのアイシング死ぬほど乗ってる、もう激甘のカップケーキの香りがします。砂糖郷のジェフリーならではの香りっていう感じですね。かなり甘い香りがします。で、今までの The Ghost の最大の違いは、こちらはフルカバレッジのグロスということなんです。見たままの高発色で長時間美しい仕上がりが続くということなんですが、さあ一体どれほど高発色なんでしょうか。実際につけてみようと思います。今回全28色あるうちの10色をセレクトしたんですが、その中でも一番発色が分かりやすいであろうこちらの真っ赤な新色の Red Affair からつけていこうと思います。ちょっと楽しみでもありドキドキもある。What? This is a gloss? A bottle of pills. I wish I could give in to my dependency. But I move on because I'm... あのね、びっくりしてる。あのね、まずね、めちゃくちゃスルスル伸びる。で、ベタベタしない。一切ベタベタしない。ほんで、軽い。めちゃくちゃ軽い。なんかさ、こんだけの高発色のものをつけてるとなんか重い感じするじゃないですか。ふわふわ軽い、もう雲のようですよ。めちゃくちゃつけ心地いい。これもうね、唇の上でね、ノーストレスよ。で、このアプリケーターなんですけれども、意外と見た目に反してしっかり硬いんですよね。なので、ここの尖った部分でこのね、口角の部分だとかエッジの部分しっかりと引けるんですよね。そして見た目からしてもっとこうふわーっと柔らかいのかと思ったら、しっかり硬さがありますね。これいいと思います。
さあそれではレッドアフェア含む10色のスウォッチに移りたいと思います。テンポよく参りましょう。ではどうぞ。But I'm all fun because I know it's bad for me Cause seeing you means calling you means all over again falling for you means sleepless nights me in my mind means craving the hit of you all the time I can't even have a taste I can't open up that gate Ran into you at the drugstore, you were picking up your prescription. It's funny cause I got addicted to you when we were in love, and even though you broke it off, I struggle with it like you were a bottle of pills. I wish I could give in to my dependency, but say hello, but I already know how it'll go. Small talk, but it's a big deal to me. You're getting my feelings too fast. Then I'm hurting when you don't write me back. I wish I could give in to my dependency. But I move on because I know it's bad for me. But seeing you means calling you means all over. Falling for you means sleepless nights. Me in my mind means craving the hit of you all the time. I can't even have a taste. I can't open up that gate. Babe, 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 babe. I can't open up that gate. Babe, 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 babe. I can't open up. I used to spiral when I couldn't get enough. So I moved on because I had to sober up. Cause seeing you means calling you means all over again falling for you. はい、というわけで以上がジェフリースターコスメティックス Supreme Gloss全28色中10色のスウォッチでした。皆さんいかがだったでしょうか。今日もね、毎度のことながら唇死ぬかと思ってたんですけど、まさかの10色スウォッチしたのに
唇が痛くないんですよ。これどういうことかっていうと、要するにサラサラしてて軽くて一切ベタつきがないので落としやすいんですよ。私もとにかくベタベタするグロスが大嫌いで、こう落としてもなおずっとベタベタが唇の上に残るやつあるでしょ。あれもうほんと嫌いで、だからもうほんとこれはね、私にとっては夢のようなグロスですね。本当にベタつかない。で、これだけ高発色なのに、このような赤などの濃い色も一切色素沈着がないです。これはありがたい。で、カラーなんですけれども、今回私が選んだ10色すべてどれも素晴らしいお色だったんですが、その中でも特におすすめのお色をいくつかご紹介していきたいと思います。まずリキッドリップスティックでね、ずっと定番色で出ているマネキンとセレブリティスキン。こちらの2色ですね。もうこれはね、私がね、もう昔から大好きな2色なんですけれども、今回スプリンググロスでも出ました。もうこの2色は間違いないですね。本当にどんなメイクにでも合います。 JC の中で私が特に好きなヌードカラーがこの2色ですね。で、今回新色でこちらの Blow My Candles というお色が出てるんですけれども、これはねトーン的にはセレブリティスキンをちょっと明るくしたようなお色なんですよね。なのでセレブリティスキンがお好きな方にはこちらおすすめします。で、今回ヌード系で私が個人的に一番ヒットしたのがこちらのハウスツアーというお色です。これはねセレブリティスキンより若干モーブがかってんですよ。これもね今回の新色なんですけれども、まあね、なんとも言えないお色なんですよね。これはね、ぜひともリキッドリップスティックでもね、出してほしいなっていうぐらい気に入りました。モーブが入ってるので、ヌード系の口紅をつけると顔色が悪くなるっていう方もね、これだったら試しやすいと思います。で、今回ピンク系でおすすめなのが、こちらのクキードフェリッシュというお色ですね。こちらも新色です。これはね、ローストーンのくすみピンクで、非常に可愛らしくて上品なお色です。おすすめします。で、レッド系で個人的に大ヒットしたのがこちら、一番最初につけた Red Affair というお色ですね。こちらも新色です。今つけてるのは Wifey という、もうちょっとね落ち着いたお色なんですけれども、これはねもう本当に目の覚めるようなエレクトリックレッド、大好きですね。 Wifey よりもちょっと朱色が強いのがこちらの Red Affair なんですね。いや、赤リップで久々のヒットですね。赤リップ好き絶対ゲットしてくれ。はい、というわけで以上がジェフリースターコスメティックス Spring Gloss 全28色中10色のレビューとスウォッチでした。皆さんいかがだったでしょうか。実際10色つけてみた感想なんですけれども、素晴らしいと思います。私はね、圧倒的に The Gloss よりこっちの方が好き。もう本当にスルスル伸びて一切ベタつかず、唇の上で本当に軽いですし、もう見たままの高発色、それでいて落としやすいので素晴らしいと思いますね。こちら全28色展開ですので、必ずお気に入りの1色が見つかると思いますので、今日ご紹介できなかったお色もぜひサイト上でチェックしてみてください。ジェフリースターコスメティックススプリームグロスは 5.10ml 入ってお値段が20ドル、ビューティーリッシュ上では2100円です。概要欄にビューティーリッシュのリンクを貼っておりますので、そちらからお買い物をお楽しみください。この動画参考になったよ、楽しかったよと思われた方はぜひ高評価をお願いします。そしてチャンネル登録がまだお済みでない方はそちらもぜひぜひお忘れなく。それでは皆さん、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you guys so much for watching. I hope you guys liked it and I'll see you in the next videoBye. See you at the drugstore, you were picking up your prescription. And I feel something, something, something.